これも僕よく言うんですけども、昔はねショートケーキとかチョコレートケーキがめちゃくちゃ好きでしたね。でその後チョコレートケーキは一旦消えてショートケーキになったんですよ。ショートケーキからモンブランに移ったんですよね。でモンブランに移ってショートケーキとモンブランが今並行になって、で今最近は一番はシュークリーム今トップっすね。だから序列で言うとシュークリーム、ショートケーキとモンブランがもう横に来て、でチョコレートケーキみたいな感じですね。あとは別に何でもいいかなと思いますね。まあ強いて言うんであればチーズタルトとかチーズ系っていうのを僕あんまり嫌いじゃないんですよ。嫌いじゃないんですけど、自分自身があんまりチーズを食べないので、なんかこう、なんていうのかな、美味しいって思うけど、だけどなんかこう、なんだろうな、ショートケーキ食べたいって思っちゃう。嫌いじゃないし、食べたくないって思うわけでもないし、なんですけど、なんかすごくケーキっていうとイメージがやっぱショートケーキとかそういったものになるので、そっち食べたいなって思っちゃう。ガトーショコラ。もうね、僕はね、昔はね、チョコレートケーキが好きで、小学校の時はね、一回ね、確かチョコレートケーキの方に移ったんですよ。で、いつぐらいかな、ショートケーキに戻ったのかちょっと覚えてないんですけど、でも小学校ぐらいの時は確かチョコレートケーキの方に移ってました。幼稚園はショートケーキってのを覚えてますね。今でもうちの母親にネタにされるんで、ショートケーキばっか食べてたって言われるんで。ケーキで嫌いなものは特にないかなと思いますね。なんかこれが嫌いっていうのは特にないかな。さっきも言ったんですけど、チーズタルトみたいなのも全然嫌いではないですね。嫌いではないんですけども、やっぱりショートケーキを食べたいって思いますね。なんか2つこうやってあると、こっち食べたいって、やっぱショートケーキ食べたいって思っちゃう。絶対こっち選択するっていうのになりますね。だからシュークリームとショートケーキとモンブランが3つ置いてあったら、どれ食べようかなって感じになりますけど、ショートケーキとチーズタルトとか置いてあったらもう絶対ショートケーキ取る。フルーツタルトとショートケーキが置いてあっても絶対ショートケーキ取る。それはもう序列が決まってるって感じですかね。だから上位3つは決まるんですよ。フルーツ系もそうですね。梨っていうのがもう一番トップに来てるんですよ、僕は。これもよく言うんですけど、梨と下にリンゴが来るんですよね。でみかんとかの柑橘系がその横に来る。だから梨、リンゴで柑橘系、後の下はもう基本的に何でもいいって感じ。スイカでもそうだし、メロンでもそうだし、ブドウでもそうだし、そこになんか順番があんまりないですね。シュークリーム美味しいですね。まあ僕あれぐらいの量でもういいかなって思いますね、最近は。飲んでそんなになんか、なんだろうな、1番2番とかはありますけどっていう感じですかね。